ルーク・ブランドン・スコットは、アメリカ合衆国、フロリダ州、デレオン・スプリングス出身の元プロ野球選手。右ト左ヒオクラホマ州立大学を卒業し、2001年に、クリーブランド・インディアンスから9巡目指名を受けて、プロ入り。マイナー時代は、ベネズエラリーグにも所属した。2004年の開幕前にヒューストン・アストロズへ、トレードで移籍。 2005年4月5日にメジャーリーグデビュー。2006年7月28日にはメジャー初本塁打を打った試合でサイクルアンダーを達成する快挙を達成している。2006年シーズン後半から2007年シーズンを通して右翼種のレギュラーとして定着した。2007年シーズンオフにデニス・サファテラ若手4選手と共にミゲル・テフハダとのトレードでボルチモア・オリオールズに移籍。 移籍元年の2008年は、レギュラーとして148試合に出場し、自己最高の成績を更新した。2010年は打率、284、27本塁が、72打点、オプス、903を記録し、32歳にして、自己最高のシーズンとなった。チームの手法として君臨した。オフの12月に、バラク・オバマ大統領は、 米国生まれではないと確信していると発言し、物議を醸した。オリオールズは即座に、スコットの発言は、球団とは一切関係がなく、個人の独断によるものであるという旨のコメントを発表した。2011年オフに FA となる。2011年12月11日、タンパベイレーズと1年総額500万ドルで契約を結んだ。 2013年2月6日に1年275万ドルで契約を更新した。10月31日に FA となった。2013年12月19日、韓国プロ野球 SKY バーンズと1年30万ドルで契約した。2014年、故障もあり33試合の出場ながら打率、267、6本類打 オプス897の成績を残していたが、監督のり1万首との口論もあり7月16日にウェーバー工事され対談となった。2015年3月にメキシカンリーグのプエブラ、パロッツと契約。28試合の出場で打率。292、7本塁打。オプス919の成績を残すが5月13日に自由契約となり、翌日に トロントブルージェイズとマイナー契約を結ぶ。8月13日に自由契約となる。この年を最後に、どのプロ野球チームにも所属していない。ルーク・スコット、オリオールズ・スター、デー・クス・バーサー、サイド、オバマ・ワズ・ノット・ボーンイン・ザ・ユナイテッド・ステーツ、アソシエーテッド・プレス、2010年12月12日、閲覧・オバマの本当の出生地は、実は、ケニアであり。 大統領の資格がないという疑惑は2008年頃から保守派によって盛んに主張されバーサー運動と呼ばれている。2010年8月の世論調査では米国人の27%がオバマ氏は出生を偽っているもしくはオバマ氏の出生証明書は偽物と考えていることが明らかになった。デビッド・ブラウン、オリオールズ・イシュー・ステートメント・ン・スコッツ・ステートマンツ オン・オバマ、ヤフー・スポーツ、2010年12月12日閲覧、AT39、フリーエージェント、ルーク・スコット・アイズ・ベースボール・カムバック、USA ・ TODAY、2021年8月9日、閲覧、ありがとうございます。